I keep a contract in the back of the car, just in case somebody really wants to make me a star. I get in contact with celebrities, drop a demo with their manager that they'll never see. I guess it's our time, I accept the right time. It's never something that I will find, or you're just being too polite to tell me that this isn't for me. Leave a message saying that you're proud of me. You always thought I was a nobody. I'm tying my shoelaces and I wanna see your faces. And you want before I die. Throw that color to me down. Wish that you could see me now. And you want before I die. You already know. Hi, ohayou gozaimasu. 2月18日の火曜日、今日は晴天のもと朝一開催しています。今日はアクセサリーのシュシュさんにお話を伺いたいと思います。シュシュの平手さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝一は始まって10年経つんですけど、4年ぐらい前から毎月出店してくださっていて、お話を聞くところによると中区で生まれて中区で育ったと。そうなんです。はい。じゃあもう地元での出店なんですね。はい。なので東別院はここに出店する前から、それこそ小さい頃からよく来てた場所ですか？そうなんです。はい、遊ばせていただきました。じゃあ小学校ぐらいの時から夏祭りに来たりとか、お正月年末の除夜の鐘つきとか。じゃあその場所で出店っていうことなんですけど、何かここでこんなこの自分の近くで出店ということで良かったこととか、地元で出店のいいところみたいなことを教えてもらえたらと思います。やっぱり地元なので、出店していると、私の幼少期の時のお友達が偶然通りかかって、そこで楽しい話ができたりとか、そこからお友達がまた連れて遊びに来てくださったりとかして、はい。そうか。じゃあここで昔からの友達と話をしたりとか、はい、いいコミュニケーションの場になってるっていう感じですか？そうですね。はい。でそれでお客さんがお客さんを呼んできてくれたりとか。そうなんです。はい。そうなんですね。普段はどんな感じのアクセサリーを作られてますか？シュシュさんのこだわりみたいなところを教えてもらえたら。主にビーズを使っていろんな天然石とかを組み合わせたりとかしてデザインをして、それを楽しみながら作っています。はい。毎月1回出てるんですけど、どのぐらいの時間作ってるんですか？そうですね、まあ週にどうかな、5日ぐらい。週に5日ぐらい。はい、時間を見つけては、はい、家事の合間に。だって子育てもされながらですよね。そうですね。はい。じゃあその家事とか子育ての合間合間に、はい、週5日間。週5日間主にもう仕事になってますね。はい。じゃあシュシュさんの一押し のアクセサリーをぜひ教えてください。こちらはセレモニーに使っていただけるビーズのブローチになってます。一粒一粒糸と針で埋め込み縫い付けてるんですね。はい、ありますので。はい。じゃあ入学式とか、パーティーみたいな。そうですね。パーティーもなかなかないですちょっと胸元につけていただけると華やかな感じになると思います。お客さんはどんな方が多いですか？子育て中のお母さんとか。子育て中のお母さんとか、まあ、私ぐらいの年代の方が、お買い求めいただいてます。じゃあもう一つのおすすめは、はいはい、ピアスですか？はい、こちらピアスなんですが、これもなんか入学式とか、はい、セレモニーに使えますね。はい。普段使いでもね、デニムにしていただいても感じがいいと思います。シュシュさんは毎月18日にこのお茶所の前のこの定番の位置に出店してますので、ぜひお立ち寄りください。シュシュさんは今度、親鸞聖人ご誕生850年の記念行事の母とこマーケットにも出店してくれます。母とこマーケットは子供とお母さんお父さんみんなで楽しめるということをテーマにしていて、積み木のワークショップがあったり、桜の木の下に椅子を置いてお花見できるスペースを作ったり、あと子どもが安心して食べられる体にいいおやつとかお惣菜とかランチボックスとかが並びます。4月3日の日曜日10時から2時までの開催です。出産も出ますので、はい、晴れることを願って、
ぜひ皆さん遊びに来てください。ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。Can't even sell a hundred and my tickets are free. Just gotta hold on until something breaks. Keep on smiling at the rain and never make a mistake. It gets old when no one gets the joke that you already know. But you build that shit up anyway. Leave a message saying that you're proud.